最近ちょっとお金のね話が多いと思うんですけれども、コメントでねいただいた、ボクシングで使ってるお金ってどんぐらいですかっていう、そういう質問にねちょっと答えてみようかなと思います。私今一応まあプロボクサーでね、2019年の6月かなに今東京でね、プロテスト合格しましてプロボクサーになって、でそこから4戦やったのかな。意外と期間は空いてる、長い期間プロでやってんだけど、意外とね4試合しかしてないっていうね、まあコロナのね、関係もあったりだとか、まあいろいろね、まあ1年間ぐらいねブランクがあったりというか、まあ引退みたいな、時間があったりっていうこともあって、でまあ怪我とかもねあって、まあ全然試合できてないんだけれども、じゃ一体全体ねボクシングどれくらいお金かかるのかっていうのをねちょっとね計算してみましたね。1年間でねどれだけ今現状今使ってるのか、まあプロボクサーとして現状今いくら使ってるのか、ボクシングに対してちょっと考えていこうかなと思います。でね、まずねジムの会費、私今滝沢ボクシングジムに所属している選手なんだけれども、まあ、滝沢ジムの会費が1ヶ月で1万1000円で、1年間で13万2000円になりますね。やっぱジムの会費ってのはもうこれはもう絶対に払わなきゃいけないよね。どのジムでもそうだと思います。でなんかよくねプロになったら会費払わなくてもいいですよねみたいなあのコメントをねたまに、まあ、見かけたりするんですけれども、あのねそんなのはねありえないよね。4回戦6回戦の選手がねジムの会費払わないなんてそれもありえない。まあ、多分日本ランカーとかチャンピオンクラスになったらもしかしたら会費払わなくてもいいよってなるかもしれないけど、まあ基本的にはねもうありえないんでそんなことは。だってじゃあプロになったらじゃあ会費払わなくていいっつったらさ、じゃあねジムのトレーナーとかはさもうボランティアでさ選手を見てることになるじゃん。そんなのはさありえないよね。たかだか1試合でさいくらあなた稼げるのって話じゃないですか。ボクサーのファイトマネーっていうのは、まあ、ファイトマネーがあって、そこからね、まあ、大体 33% がマネージメント料としてジムに行く、ジム側にね、行くわけなんだけれども、じゃあそれはいくらなのって話なの。でも、たかだかね、2万ぐらいでしょ、そんなの。ファイトマネーの 33% なんて2万とかそこらだと思うよ、4回戦のボクサーだったらね。で、じゃあ年間何試合やるんですかって話ですよ。ね、2試合とかしないんでしょ。まあもしかしたらやる選手によっては4試合とかさやる選手いるかもしんないけれども、まあ新人王トーナメントとか出ればね5試合6試合ってのあるんだけど、まあなかなかそこまでやれないでしょっていう。じゃあその間じゃあただで練習教えてもらえるかって言ってそんなうまい話はないわけであって、やっぱり日本ランカークラスじゃないとジムの会費っていうのは多分払うのは当然だと思いますね。それからですね、まあプロボクサーとしてのプロの更新料、それからスポーツ保険ですね。ちょっとその辺の内訳がね、私はよくわかんないし、いくらジムに払ってかちょっとあんま覚えてないんだけど、確か1万3000円だったと思います。それからですね、ボクシングはですね、毎年1回ですね、まあ、健康診断、まあ、ボクシング検診っていうのを受けなきゃいけません。これがね、確か1万ぐらいしたと思うんだよね。1万円ぐらい。でそれから、まあ、バンテージね、まあ、ボクシングの必需品として、まあ、バンテージ、まあ、拳に巻くバンテージ、まあ、こういったものだよね。こういったもの。まあ、これが、まあ、ワンセット2000円ぐらいなんだけど、まあ、大体だけど、まあ、人によるかもしんないけど、まあ、1年間で、まあ、2セット、まあ、買えたとして、で、ワンセット多分2000円ぐらいだから、ボクシング2セット、バンテージ2セット買えたとして、まあ、大体4000円。それからあと、ボクシングシューズ。まあ、練習するときにシューズ履くよね。で、これがね、まあ、私大体半年に1回ぐらい、もうボロボロになっちゃって、交換するんだけど、これがね、多分一足ね、まあ、ちょっと多く見積もって7500円、多分ね安売りで5000円とかで売ってたりするから、私アシックスのねレスリングシューズ使ってんだけど、アシックスのレスリングシューズで安い時で多分5000円ぐらいするんだけど、多分通常買ったら7500円ぐらいだとすると、まあ、これ1年間で要は2足使ったとして、まあ1万5000円ということでですね、で全部合わせると合計で17万4000円ですね。だからボクシングで1年間だいたい17万4000円使ってるかなと。まあ、消耗品というか、確実に使ってるお金かな。確実にこれだけお金使ってるかなって思いますね。ただね、ボクシング始めるにあたって、やっぱ、グローブだったり、まあ、スパリングあるならヘッドギアだったりっていうのは、やっぱ自分で買わなきゃいけないよね。その辺のお金も加味すると、まあ、大体ね、私が今使ってるボクシンググローブっていうのは、ボクシンググローブこれね、まあ、ウィーニングの、これまあ8オンスなんだけれども、ウィーニングの8オンス。これがね、確かね、2万8000円ぐらい、しますね。まあ、10オンスね、使ってる選手もいるし、私みたいな8オンス使ってる選手もいるし、もうこれはね、まちまちなんだけど、まあ、私は、この8オンス、ウィーニングはね、もう本当に10本しますね。やっぱ、ウィーニングが一番いいと思う。これがまあ、要は2万8000円でね、
それからヘッドギアね。これもまあウィニングのヘッドギア使ってんだけど、これがね、だいたい、これも確か2万8000円。同じぐらいだったと思います。もうちょっと安いかもしれないけど、確か2万8000円ぐらいだったと思う。ちょっとね、詳しくはウィニングのホームページ見てとしか言いようがないんだけど。それからスパーリング用のグローブ。スパーリング用のグローブはちょっとジムに置いてあるからあれなんだけど、まあスパーリング用のグローブは、私ちょっとね、ケチってね、ボディメーカーのグローブにしてますけれども、あれがだいたいボディメーカーだと1万円ぐらいだったかな。確か1万2000円とかだったかもしれない。まあ1万円だと。しましょうか。ということで、まあ、これだけでも、ま、6万6千円になりますかね。だから、ま、結構、まあ、お金はかかるよね。ボクシングね。だけど、まあ、つくつく思うんだけど、やっぱ野球とかサッカーに比べれば結構安いんじゃないかなっていうふうに思いますね。やっぱサッカーとか、まあ、でも、どうだろうね。サッカーでみんなで個人でやってる分には安いのかもしれないけど、だけどサッカーだって結局ね、スパイクにお金かかったりね、ボールにもお金かかったり、ユニフォーム買ったり、スネ当て買ったりさ、なんかいろいろするし、あとなんか更新料とかさ、あとなんか中にはさ、審判の免許取らなきゃいけなかったりするわけじゃん。そういうのもあるから、まあどうなんだろうね。まあボクシングはそれぐらいじゃないっていうふうに今思っちゃうんだけどね。まあゴールドジムとかでね、めちゃめちゃ鍛えてる人たちと同じぐらいの多分金額は、使っているのかなっていうふうに思いますね。はい、まあということでね、やっぱね、趣味にはね、お金がね、かかるんですね。やっぱり世の中金だね。お金がないです。何もできないね。逆に言えばね。だから要はね、1年間でその、ま、20万円弱、用意できないとプロボクサーにすらなれないっていうね。やっぱね、ほんと世の中金だなって思いましたね。はい。もうつくつく感じますわ。ほんと最近めちゃめちゃ思いますね。はい。まあ、ということでね、今回も、ま、ボクシングのお金事情ですね。まあ、もしかしたらもっとね、トップアスリートの選手たちっていうのはね、なんかジムをね、そのフィジカル用のジムに行ってたりする人もいるから、またそういうのお金かかると思うんだけど、まあ、それはもう人によってね、まちまちだと思うんでね。私みたいな4回戦の、ボクサーは、まあ、こんな感じだよということでお話ししてみました。ということでね、まあ、プロボクサーになってみたい人は、まあ、これぐらいのお金はかかるよってことで。はい。今日は以上になります。それじゃあ、バイバイ。2回です。はい。はい。